大家好、こんにちは。台湾系旅行系 YouTuber 兼イラストレーターのコポちゃんと申します。今日は2022年8月21日、お盆休みも終わりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？ご旅行や帰省はされましたか？台湾のイベントも各地で開催されていましたが、お出かけされた方もいらっしゃるでしょうか？私は先日動画もアップしましたが、新宿伊勢丹の林百貨のポップアップストアに行きました。スタッフの皆さんの中には台湾の方もおられて、とってもお優しくて、たくさん台湾のお話をしてくださいました。まだご覧になっていない方は、そちらの動画もご覧いただければ嬉しいです。毎週お送りする台湾ニュースラジオ、今週は蔡英文総統が外国人旅行者受け入れについて発言をされたので取り上げたいと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。フォーカス台湾が8月19日に伝えたニュースによりますと、蔡英文総統は19日、観光客の受け入れ再開などに向け、国境開放の日程を入念に検討するよう行政院に指示したと明らかにしました。旅行博台北国際観光博覧会の開会式で述べたそうです。蔡氏はまた、今年に入ってから出入国者が月を追うごとに増えていることに触れ、今こそ外国人観光客誘致に向けた準備を進める時だとの考えを示したそうです。この発言に対して、コロナ対策を担う中央感染症指揮センターの王必勝指揮官も、同日の記者会見で、BA.5 の感染が拡大していくことを考慮し、開放のスピードを上げるのは早くても10月以降になるとの考えを示したそうです。10月以降に台湾便を再開する航空会社があることで、その辺に動きがあるのではという噂がありましたが、いよいよ現実味を帯びてきましたね。しかし、早くてもという前置きがあるので、10月に解放されるかどうかはまだ分かりませんけどね。年内に台湾に行けるようになって、次の年末年始のお休みに間に合えば喜ばれる方も多いでしょうね。でも、もし台湾に早めに行けるようになったとしても、日本側の水際対策が厳しいままだと気軽に行くことは難しいですよね。8月15日からは、帰国前72時間以内であれば、日本出発前の検査での陰性証明でも帰国可能になったので、3日程度の短期の旅行であれば現地で検査をしなくても済むので、少しハードルは下がりましたね。でも、私は次回台湾に行くなら、なるべく長期で行きたいので、帰国時の陰性証明が必要なくなって、根本的な規制緩和がされる日が来ることを願っています。今回はちょっと短いのですが、今日のラジオ動画はこの辺で。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。このチャンネルでは、台湾と旅の情報、旅行 Vlog などを発信しています。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。サブチャンネルでは、毎週土曜日夜9時から台湾と旅の雑談配信をしていますので、概要欄からチャンネル登録いただけましたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シェシェ、バイバイ。